子供を事故から守るために四人揃って交通安全子供の笑顔を守る絵本に交通安全謎の手紙僕、こうちゃんある日、僕は地図が書かれた謎の手紙を受け取ったよ 今日午後1時公園の噴水の前に全員集合だって地図には友達の似顔絵と名前が書いてあった僕の似顔絵と名前も途中の交番で道を聞いたらおまわりさんが突然クイズを出したよ歩道がない道路では道路のどちら側を歩けばいいのかな右側かな正解 えらいぞ、こうちゃんおまわりさんに褒められて僕はちょっと嬉しくなった公園まで気をつけていくんだよおまわりさんとの約束。必ず歩道を歩こう歩道がないときは道路の右側を歩こう大勢で歩くときは横に広がらず一列になって歩こうねこうちゃんとスポーツカービューン スポーツカーのビューンは速さが自慢。トラックの虎ロ郎やエンバスのバスコとはスピードが違うよ。今日も気持ちよくビュンビュンビューンと走っていた。その頃僕、こうちゃんは公園に向かって歩いていた。道路の向こうではサッカーをしている。あれ、ボールが転がってきた。よーし、取ってあげよう。 僕は道路に飛び出した。ああ、危ない。キキーわあふう、もう少しでこうちゃんを引いちゃうところだった。スポーツカー、ビューンとの約束。車はすぐには止まれないから、道路へ急に飛び出さないでね。こんな時が危ないよ。1、ボールなどを追いかけているとき。2、道路の向こうで友達が呼んでいるとき。 車やバスの後ろから飛び出すのも危ないよ。僕もスピードの出しすぎに気をつけるよ。ツーちゃんと信号事件。私、ツーちゃん。私も地図が書いてある手紙を受け取ったの。でもゆっくりお昼ご飯を食べていたら遅れちゃった。さあ、公園に急がなくちゃ。チカチカしているけど、青信号だから渡っていいのよね。 ところがその時信号機が私に怒り出したの青がチカチカしている時は渡っちゃダメなんだチカチカしているのはもうすぐ赤に変わるって合図なんだよその途端に信号が赤に変わってわあ危なかったさあ青に変わったよ安心して渡ってね怖かった信号機が今度は優しく言ってくれたわ信号機との約束青は渡れる 赤は渡れないよ。青信号がチカチカしたら次の青まで待とう。二、信号が青でも右左をよく見て渡ろう。三、手を上げて渡ろう。四、斜めに渡ってはいけないよ。チカチカしたら待つのね。あんちゃんと自転車マン。私も手紙をもらった。公園に急がなくちゃ。 そこでお兄さんの自転車を借りて出かけたの。ところが、キャー、止まらない。ビュー、助けて。そこに飛んできたのは、もう大丈夫。あ、あなたは自転車マン。自転車マンとの約束。一体の大きさに合った自転車に乗ろう。 2. スピードの出しすぎはダメだよ。3. 車の通る道で自転車に乗るのは危ないよ。自転車マンありがとう。ゼンちゃんと踏切事件。僕、ゼンちゃん。僕のところにも手紙が来たよ。僕の家から公園に行くには、踏切を通って行かなければならないんだ。僕が子犬の城と遮断機の降りた踏切の前に立っていた時だった。 おい、どこに行くんだ白僕は慌てて志郎を追いかけた次の瞬間僕たちの前を電車が通り過ぎた「ひゃあ、危ない僕は白をぎゅっと抱きしめた電車との約束1遮断機をくぐってはいけないよ2遮断機がカンカン鳴り始めたら渡らないで待とう3踏切の前では少し離れて待とうね」 そして午後1時公園の噴水の前で僕たちを待っていたのは町の警察署長さんとあのおまわりさんだったみんなに手紙を出したのはこの私だよ実は君たちにポスターのモデルになってもらおうと思ってねそれから1か月後こんなポスターが出来上がったよえへんかっこいいでしょうこうちゃんつーちゃんあんちゃんぜんちゃん 4人揃って交通安全。標識図鑑。私たちの街の中には色々な標識があります。一つずつちゃんと意味があって、私たちを事故から守ってくれています。いくつ知っているかな青は通っていいよ、の印。横断歩道。ここを渡りましょう。自転車と人間の横断歩道。人間だけが通れる道。 人間と自転車だけが通れる道みんなも街で探してみよう黄色は注意の印踏切に注意子供に注意車を運転している人のための印赤はダメですよの印止まれ止まれここでは必ず止まる横断禁止ここを渡ってはいけません入ってはいけないペットを連れて入ってはいけない 子供を事故から守るために今大人ができること1999年度の15歳以下の児童の交通事故による死,傷死者数は265人ですその原因で最も多いのが子供の飛び出しによる事故だと言われていますまた子供の交通事故の多くは自宅から1 0 0メートル以内で起こることも注目すべき点ですもう一度お子さんの通園通学路をよく見直して 子供の多い道路や横断歩道のある道路での注意事項をしっかりと教えてあげることが大切ですね。この本は子供たちが楽しくかつわかりやすく基本的な交通マナーを身につけられるようお話ししたてで構成してあります。この本を読むことで子供たちが事故の恐ろしさについて認識し少しでも悲しい事故が減ることを祈っています。しかし子供の事故は子供自身が気をつけること も,うもちろん必要ですが大人の注意によって防ぐことのできるケースが数多くありますそれはどんなことでしょうかここではそれについて考えてみましょう出かける前にお子さんと一緒に通園通学寮やスクールゾーンを歩いて注意しなければならない交差点や横断場所をよく教えましょう正しい信号の見方や横断歩道の渡り方 安全確認の仕方を外にに出て実際に教えましょう、うん、忘れ物は子供を慌てさせ事故につながりやすいので前もって準備させるなど十分注意しましょう、うん、遊びに出かける前に遊びに出かける時は誰とどこへいつ帰るかを確かめましょう道路や危険な高い場所入口立ち入り禁止の場所などで遊んでいないか確かめましょう 駐車場や止まっている車の周りで遊んでいないか確かめましょう。駐停車の車の周りはドライバーから見えないこともあり、思わぬ事故につながります。夕暮れ時や夜間の事故が多い。小学生の交通事故は午後6時から8時が最も多く、ついで午後4時から6時となっています。ドライバーの見通しが悪くなり、急いだり疲れていることなどが原因とは考えられています。最近は塾に通う子供が多いので、特に気をつけましょう。 いつも決められた明るい道を歩くように指導しましょう。寄り道をしたり、見知らぬ人の誘いに乗ったりせず、まっすぐ帰るよう注意しましょう。反射材のついている靴や自転車を選びましょう。自転車はライトを必ずつけるよう教えましょう。雨の日には、傘やレインコートは明るい目立つ色のものにしましょう。前が見えないような傘の差し方はしないように教えましょう。体に合った大きさの傘を選びましょう。 道路が滑りやすくなるので注意しましまょう。自転車に乗るとき子どもの体に合った自転車を選びましょうサドリにまたがって両足が地面につくかどうか確認しましょうまたブレーキが正常に動作するかどうかも確認しましょう二人乗りについての決まりを確認しましょう自転車に幼児用座席を設けて16歳以上の人が運転する時は6歳未満の人を1人だけ乗せることができる。 小学生は人を乗せることができない小学生は人に乗せてもらうこともできない車の通る道は坂道からなだらかになったところでは一旦止まって右左の安全確認をさせましょう自転車の交通事故で最も多いのが交差点での一時不停止によるものです <laughs> 子供を事故から守るためもし交通事故に遭ったらまず被害者を救護し安全な場所に移動します どんな小さな事故でも必ず警察に届け出ます。軽いけがでも医師の診断を受けるようにします。必ず相手の名前や住所などを確かめるようにします。困った時は各都道府県や弁護士会に設置してある交通事故相談所に相談しましょう。